はい、どうも、ということで、ディビジョンライバルズの報酬が、あと1時間13分で来るんですが、チーム編成チャレンジが新しいの、アンダーザライトっていうのを着てたんで、作りました。はい、マティップとカリウスを使いましたね。まあ、2人使うしかないから仕方ないね。で、同じチーム4人いるんで、柴崎と、450コインと、あとこの選手ですね。クリステフォーロっていいのかな。を、600? 合わせてマイナス1050コインだけど、まあ、500コイン返ってくるし、実質損失は550コインで、ここからのパックで、どうせ巻き返すから。ここから。あ、間違えた。全然関係なかった、これ。ちょっとセンターバックを安いのを探してたんですけど、まあ無理やりボランチをあそこにぶち込んで。12アイテム、6ゴールと12レアって、これがもう確定でしょ。本当にそれ。フランス、LM、ファイル?レベリー?お、え、いや、全然いいでしょ。リベリー来たー。いや、まあでもまあまあ、はあ、ジェズス来た。あ、エムレちゃんだ。あ、やば、このパックやばくね。ちょっとこれでシャメ。あー、割とシルバーも多いな。いや、リベリー最高だし、ジェズスは全然使えるし、まあ、ラングレも十分今作強いし、エムレちゃんはもう大好きな選手だから、いやいや、もうこれ俺得パックでしょ。お、1万いや、値段ついてねえわ。なんだよ。まあ、ジェズスは使うかな。え、高っ。いや、放出あるな。実はね、次ぐらいで紹介する予定だったけど、バーディ買ったんだよね。いや、バーディ売却して、ジェズスか。それだな。この選手はまあまあまあ SBC 要員っぽいね。今週はラツィオ、フィオレンティーナ、セレッソ、ガンバ、チェスカ、ロコモティフ、バイエルン、ボルシア。あ、そっか。まあ、この動画上がってる頃にはマーキーがもう来てると思うけども、それの予想で何個当たるかな。アヤックスだ。もう売れんか、アヤックス。もうダメ?もう遅い?もう終わってるか?もう全く値段ついてねえわ。ジャンカル一応置いとくか。まあシルバー選手は置いといて良さげだね。 SBC が来たら高騰するかもしんないし。いや、全然プラスでしょ。カルスドルプはまあまあまあ。いや、エムレジャン、いや、エムレジャンとかいいでしょ。めちゃくちゃ値段ついてないけど、いや、使おう。はい、ということで、ここからはリビジョンライバル報酬ですね。ということで、どうぞ。はい、ということで、リビジョンライバルその報酬、あれから1時間経過してきたよ、と。あのね、ディビ5からディビ4に上がるため、あと3ポイントのところまで行ったんだけど、そっからボコされまくってね、結局1400ぐらいまで落ちちゃったんだよね。ほんと、ボコられ方が半端ない。あんま見てなかったわ。いや、フェネルバフチか、バルブエナ。まあ頼むから、まあもうね、もう無理は言わんよ、本当に。まあ壁ドン来てくれればもういいから、それで。アキンフェーフか、アキンフェーフか、ルベンソブリード、アキンフェーフか、売れんのかな、ルベン・ソリアーノ。ルベン・ソリアーノにしとくか?いや、アキンフェイフにしよう。高そうだから、以上。お、このプリアンカだ。懐かしい名前だな。はい、売れます。全員850か。バルベーナ。うん、このプリアンカ。まあ、とりあえず全選手取っとくかな。よっぽど高くない限りは。シャルーケ。ベナグリオ。
モナコ、ホッペンハイム。お、高いね。なんでだ。一応出すか。あー、今下がるかな。でもみんなバック引いてるからな。ホルトビー、ホルトバイ、微妙だな。マテウス・ペレイラ、 HFC ニュルンベルクか。CMCAM、 これどう、これいいんじゃない。値段つかないな。あ、エリアだ。まあね、まあ1バック目はこんなもんだから、知ってるから。オイラ知ってる、知ってる。さあ次次、まあね、ウォークアウトには期待してないから俺は。いやもう最高レート75ってマジ意味わかんねえよな、ほんとによ。ふざけやがって。 M ビア、あ、割と値段するわ。出しとこう。ガルマッシュ、ガルマッシュ、ディナモキエフ、フェレイラ、ベンフィカか。まあ出していっかな。リーグ SBC まで取っといた方がいいのかもしれないけどね。オドジャー・オホエ、こいつ、あれ、こいつまた来た。こいつ一回放出したはずなんだけど、帰ってきやがった。ラージョだっけこれ、ラーヨ・バジェカーノ、略してラージョ。ちゃんちゃんって感じやな。落ちをヒットにそういうのはいいね。足先か。ドルトムントアベーとかいいんじゃない。てかこれかっこいいな。出しとこう。クイックするより安いっしょ。剣闘士とかだもん。お安いご様子。スナイパーは、スナイパー取っとくかな。使うかもな。いや、使わんわ。スナイパーあるわ、きっと。あ、プレミアリーグだ。あ、これ売れるでしょ。はい、来たー。これね、150コインでもちまちま稼いでいかないと。はい、パイ、パイ、パイ。喉開いた。まあ、まずこっちっしょ。まずはこっちよ。ウォークアウト、ウォークアウト。あ、ウォークアウトとか期待しちゃったわ。ダメだ、期待したら。あ、そうね。あー、ラビオか。なんか中途半端、中あたりだよな。パボン、パベン、パベン、パベン、パボン。あ、コロンビアか、取っとけばよかったな。コロンビアって意外と SBC やりやすいんだよね。ラビオって高いんじゃないの。はい、来たー。値段ついてないか。2900か。ちょっとパリは取っとこう。SBC が来る可能性があるから、そこで跳ね上がるかもしんないな。SBC じゃないや。マーキーか。あー、中国か。中国も取っとこう。ちょ、中国取っとく理由は、ディビジョンライバルズじゃないや。スカバトで、結構中国が、基本となるチームを使ってるからっていう、それだけ。 MLS か、出すか。まあまだレア選手パックあるからね。アバーテだ、アバーテ好きだったわ。あ、でもスルーじゃん値段。出しとこう。カプウェイ、あ、まあプレミアム置いとくか普通に。コロナ、安い。つらつらつら。 CMCAM2 つ来たんだけど。同じの2つとかマジいいから。またスナイパー来たし。スナイパーまあ置いとくか。これ売る。あ、アトランタのバッチとホームに来たけど、アウェイか、アウェイユニだった。
ルリーってどう？セバスチャン・ルリーだっけ？名前の確認。はい、違うルリーでした。グッバイ。今、市場下がるかなーってさっきも言ったのに、なんで気にせず出品してんだ、俺は。いや、ここよ。これだけ。ほんとに。これ来たらもうほんとに、ははーって、今までの全部水に流せるけど。ちょ、ほんとに、ふざけんなよ。スペイン。守備？レア？ナチョかよ。もう、2枚目。2枚目。ほんとに、2枚目。2枚目。おおー！リンガード、バイリー、ナチョ、これ熱いな。いや、バイリーとかむっちゃ高いんじゃないの？来た、1万超え。使うか。いや、1軍じゃ使わん。待って、まずリンガード見るか。あ、た、うん、悪くはないね。あ、コース高い高い。あ、いいね。これはナビゲーターを落として、ってパターンだね。ナチョモンであるか。まあ、使わないな。アーセナル取っとくか。いや、バイリー使うかな。正直、ムスタフィで十分みたいなとこ。いや、待てよ。ペース高いな。でも、ファンダイクとサンチェスを補強するつもりだったから、それ2軍で使う予定なんだよね。だから、バイリーいなくてもいい。サンチェスは高いから、ファンダイクまでの相棒としてバイリーを使うのはありだけど、今2軍でムスタフィと、クリステンセンか。クリステンセンを売るか。ナチョは使わないけど、SBC 要員で。デシャン・タディッチ。タディッチって今、アヤックスなんだ。元、サウスサンプトンだね。これ。ラツィオか。今週ね、俺の予想では来るんだよね。今週俺の予想では、来るから、ま、取っとこう。ペレス。エスパニョル。カイビー。カイウビー。え、高い。なんで？なんでアウグスがこんな高騰してる？え、なんでアウグスがこんな高騰してる？なんでだろう？フランクフルト。あ、いいじゃん。こいつ左サイドバックなのに、フィジカルゴリゴリタイプじゃん。まあ、ゴリゴリそうな顔してたな。ボルドー。あ、ボルドーこれ。ボルドーねー、今週来る気がするんだよね。ナチョモンレアル。ナチョモンレアルじゃないや。ナチョフェルナンデスさんを話していくかな。値段ついてない。マジ3400もつかないの。これもうちょい置いといたら、もうちょい寝かしたら高騰するな、多分。はい、君は出す。いや、リンガード、バイリー、ナチョはまあいいんじゃないの。その当たりとかウォークアウトとかを除くけどさ。はい、ということで、今回のパートはここまでということで。なんとも言えん。ウォークアウトが来ない。ということで、次は来るといいな。はい、ということで、今回はここまで。では次回、バイバイ。